こんにちは RJJ の岡本です、えー、今日はブラジリアン柔術を、えー、始めてみたいなと思ったけれども、えー、やっぱりちょっと不安だなと、えー、そう思ってしまうあなたへ、えー、そんなことはないですよということを伝えてみ、えー、たいと思いますちょっとお話をしてみます、えー、どういう経緯であれ、えーまあ、ブラジリアン柔術にあなたはたど,たどり着いたと 友達の紹介だったりとかインターネットだったり、まあ、テレビとかそういうメディアだったりいろいろあると思うんですけれども、えー、まあ自分がついていけるのかなとかみんなの足を引っ張ってしまうんじゃないかなって思うかもしれませんが、えー、そんなことはありませんえっ、ー、とまあブラジリアン柔術という競技が、まあ、そんなにメジャーじゃないため、えー、野球とかサッカーとかバスケットボールに比べると、まあ、敷居を高く感じてしまうのは仕方のないことかなとは思います えーでまあ、不安に思うこととしては例えばなんか柔道をやってなきゃいけないんじゃないかな,なんか他に格闘技をやってないとダメなんじゃないかなって思う人と結構いますあとは行、えー、ってみたら怖い人がたくさんいるんじゃないかなとか、えー、無意味な,なんか昔の部活動のような上下関係があるんじゃないかなとか怪我させられるんじゃないかなとかって、えー、そう思う人と結構いるそうなんですけれども。 最近のブラジリアン柔術道場ではそんなことはありません、えー、うちのジムで言えばまあ会員さんが約今50人ぐらいいるんですけれども柔道やってる人は7人ぐらいですねで残りの40人ちょっとは全く柔道とかもやってない人ですでやってるのはまあサーフィンヨガとか、えー、とあとは何だろうなスケートボードとかサーフィンさっきサーフィン言ったか,かそういったものとかがね多いそうですよあとフットサルっていうのもいますね あとは週一程度ジョギングしてたとか、スポーツジムに通っていたとか。だけど、ジョギングとかスポーツジムは一人なので、ちょっとあんまり面白くなくて、飽きちゃってやめちゃいましたっていう人が結構います。で、まあ、あとちょっと話が逸れてしまいましたけれども、えっ、ー、と、年齢層。うちの年齢層は、小学校5年生が3人ぐらいいて、中学生が2人、高校生が3人、あとは大学生が2人。 まあ、10代20代の学生もいるんですけれども多くを占めるのは30代40代ですねサラリーマンの方が多いです大体、えー、いい全体の7割占めてますねで50代の人も最高年齢54歳で50代の方が今6人いますでまあなんか新しいことを始めるのに理由とかってそんなにいらないと思うんですよねあのー、最近来る人の中でもまあ昔から なんかプロレスとか総合格闘技を見るのが好きだったんですよねとか,、まあ、なんか昔でいう k 1プライドとか今でいうライジンとか見るのが好きでなんかちょっと気になってたんですよねって人が結構います最近そういう方が多いですねで、まあ、そうじゃなくてスポーツジムとか、えー、ウォーキングとかジョギングしていたけれども1人でやってると器具の使い方もわからないしなんか友達もいなくて孤独だし なんか途中で飽きてやめちゃいましたっていう人もいます。で、そういった方々がやっぱ体験に来るときってすごく緊張するそうなんですね。えー、ホームページ開いてメッセージを送る時点でもどうしようかなって躊躇してしまうそうですし、あとは実際メッセージをして体験の当日を迎えて、ああ、どうしよう、やっぱりやめようかな、やめときゃよかったかなとか思うそうなんですけれども、まあ実際ね、来てみたら 雰囲気って分かると思いますうちのジムじゃなくても他のジムもそうですけれども、えー、まあうちに来た人はなんか来てみたら皆さん優しかったですとかって言ってますねいろんな人が声かけてくれましたっつってでそれなんでかっていうと、えー、その声をかけてくれた人っていうのも、えー、体験に来た時あなたと同じ思いだったんですよね要するに自分自分身も不安で な気持ちだったからせっかく体験に来てくれたあなたにそういった思いをさしたくないんだっていうこと,ところから声をかけてくれてるんじゃないかなと私は思いますでうちのジムはブラジリアン芸術を大人の部活動っていうふうに言ってるんですね、えー、昔の部活動みたいにガツガツきつい練習をやるんじゃなくてせっかく仕事とか家庭の合間を縫ってきてくれてるんですから、まあ、楽しく和気あいあいとやりましょうと笑顔あふれる そんな団体でねジムでありましょうということを歌ってます、えー、なので年齢とかは関係ないです何歳からでも、えー、上達はできます、えー、学生だろうが50代のおじさんだろうが運動不足の、まあ、メ,トメタボな人だろうが皆さんがこう同じ空間で爽快な汗を流してほしいです、えー、そして、えーっとまあ、昨日できなかったことが今日はできるようになったとかそういった小さな達成感にですね 嬉ししさを感じていいなと、えー、思います、えー、強くなることも大事かもしれませんがそういうなんかなんだろうなこう小さな達成感とかあとは負けたりすることもあると思うんですよねやられることのなんかこうそういう気持ちとか、うん、あとはえー、柔術を始めたことによってなんか練習後のご飯が美味しく食べれるようになりましたとか。 なんかこう柔術が楽しくて仕事も頑張るようになったんですよとかね強くなること以外にですね、えー、とあなたのこう生活に張りが出てくれれば私はすごく嬉しいですで、まあ、まとめると,、えー、とブラジリア柔術を始めるにあたって不安に思うかもしれないんですけれどもなんとかね、えー、そんなに怖い人いないので、えー、勇気を振り絞ってまずは見学とか体験にね 行っていいただければなと思いますでもし、まあ、他のジムでもいいんですけれどももしうちのジムがね気になったらホームページに、えー、体験申し込みっていうページがありますからそこからメッセージください、えー、私はねちょっと顔が怖いかもしれないですけれども周りの人はねそんなことないですからいっぱいいろんな人が声かけしてくれますからね、えー、不安に思うかもしれませんが実際に来てみたら、えー、多分来てよかったなって思っていただけると思いますお待ちしてます